曲目スマイリージさんの宇宙天ラブ、2曲目キュートさんのダンスで爆音させていただきました。ありがとうございます。ねえ、盛り上がってくれた。まさか踊ってくれるとはね。はい、ですね、何言うんだっけ。あ、じゃあ告知してもいいですか。告知じゃないね、告知がないですよ。告知がない、そう、そう。次決まってるイベントがですね、もうなくてですね、はい、ぜひよかったらまた呼んでください。まあでも月に1回ぐらいのペースでライブとか出てるので、ツイッターとかやってますんで、よかったらフォローお願いします。よろしくお願いします。そして私が天神北にあるカフェグッドタイム、アイドルカフェで働いていますので、ぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。昨日も行ったよ。昨日も行ったよ。昨日北急で見たのにね。すごいね、みんな。はい、で、そうね、あ、物販とかもぜひぜひ遊びに来てほしいんですよ。はい、物販がですね、チェキ撮影とレジショットやってますので、ソロが500円とか、もうまあとても安い。ぜひぜひ皆さん遊び、喋るだけでもいいので遊び来てください。よろしくお願いします。あ、優しい。めっちゃ拍手。はい、次の曲いきたいんですけど、あ、次が最後なんですけど、なんで自分で言い合うの。うちも帰りたくない。はい、次の曲なんですけどね、知らない方もいると思うんですけど、よかったらね、手拍子とかでもいいので一緒に乗っていただけたら嬉しいです。それでは聴いてください。ソレイライブリデイ。しませんかね。見えない、見えないけど。いけますかね、はい、ちょっと待ちます。はい、私たち撮影 OK なので、よかったら今のうち撮ってください。はい。パシャ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 。そう、でもめっちゃ連写。何と同じこと言うの。そう、私たち昨日ですね、北急の方でライブしたんですよ。そうなんですよ。そう、まあ遠かったね。遠かったね。死んでましたね。そうね。でも今日も後で出てくるわがままキッズさんとか、昨日初めて会ったんですけど、もうね、可愛すぎてね。そうね、この後出るの楽しみ。そうなんですよ。よし、そろそろ行けるって。あ、本当ですか。1曲目にやった純情ジレンマやります。はい。はい、なので皆さん、さっきも聞いたでしょ、だから一緒にお祝いしてくれたら嬉しいです。はい、それでは聞いてください、純情ジレンマ。